また火曜日の9時がやってまいりまして、ちょっと今日はバタバタしてたので、あんまり準備ができませんで、ちょっと困ったなということで、ちょっと前にですね、ジャンクを入手しておきました、キャノン RM、これをですね、とにかくまあバラすだけと、言ってみたいと、思いました。まあちょっとね、レンジファインダーにこだわったキャノンが、なんていうかな、一眼レフにこう、もうニコンは SP からズバーッと F って感じで、切り替わったんですけども、キャノンはこう、ちょっと両者様子見で並行してなんてやってるうちにですね、まあ、ニコンに水をあけられてしまったみたいな、なんかそのような頃のですね、カメラなんですが、ちょっとまあ特徴的なこういうデザインとですね、ま、よくキャノンはこう、4SB から次5、6型ってこうなっていくときに、インダストリアルデザインっていうんですか、そういうのをこう、積極的に取り入れたというふうに、まあ言われてるんですけど、まあそういった、まあちょっとこうデザインを、操作性とかですね、こう巻き上げレバーを、後ろにこうしたりとかですね、まあ、いくつかの、まあ、この辺ちょっとこう、どことなくこの間やったニコンのオート35にも共通するんですが、まあそういったですね、ことを、こう、なんて言うんだろう、早いうちから取り組んでたというか、まあそんなのもあって、まあジャンクで あったんで、あ、じゃあバラしてみようかな、みたいな、そんなようなんで、ちょっと、持ってまいりましたが、ね、結構だからやっぱキャノンってこう合理的にこの頃からカメラ作りをやってまして、これは違ったっけかな、あ、これは P か、こうた結構ですね、これキャノン P なんですけど、まあ、大きさまでは完全に一緒なのかわかんないですけども、こういうこう、部品なんかをですね、こう、巧みに共通化してまして、まあ、これは巻き戻しがあったり、こう、まあ、肉厚も違うから別に同じじゃないんですけども、こう、なんていうか、ある程度こう、統一感を持たせて、かつ部品の共通化で、こう、コストを削減するみたいなことを、こう、当時から、割とこう、なんですかね、こう、ビジュアル的なのもそうだし、そういう一石二鳥を狙ったようなですね、ことを、考えていたようです。なかなかなんていうかな、こう職人が、トンカチトンカチ叩いてヤスリで削ってですね、そういった世界のカメラ作りっていうのを、まあ、純粋な工業生産なんていうような形でですね、工業製品っていうんですか、なんていうのでこうやってった時代のまあ先駆けというところで、でまあなんでこんなデザインなんだとかですね、その辺をちょっとこう探りながら中を見てみたいなと、思いました。それで。ただ、性能としては、あ、布膜。ごくそんなにオーソドックスな、なんか圧倒驚きの機能っていうのがあるわけではなくてですね。まあ、キャノンある。で、ここのマウントはですね、FD とか FL レンズ全部はまるんですけど、そういう名称ではなかったんじゃなかったかな。ちょっとごめんなさい。その辺ちょっと今日バタバタしてて、ちょっと下調べができなかったんですが、FN マウントっていうふうにはこの RM の時代は言ってなかったんじゃなかったかな。なんかフランジバックが違うんだったかな。ちょっとごめんなさい。あ、自動絞りの連動が違うんだと。
確かですね、ここら辺なかったかな。FL レンズは確かくっつくんですけど、自動絞りとかそういうのが何も効かなかったと記憶しています。またこういうあれが出てきちゃった。あれが、この、マルカニメが多いですね。取っとくとキャノン P とかにも使えるのかな。まあ、特にこれといった、マイナスネジですけどね、全部。布膜のテンションと。こういうところは、お、これは何だ？こう摩擦を作って、なんかブレーキに使ってるんですかね。こう微妙なカーブで、キュッてなるような。そうですね、こっちに行くとこ詰まってって、まあシンクロか。おっと、そうすると、まあでもこういうとこ外さないとしょうがないんだろうな。あっ、よかった。先巻き上げレバーは取っとかないと。これ激しい落下品で、ここはもういがんじゃってますね。動作はしたと思ったんだけどな。うん、だからこう組み立てしやすいようにこう。なんですかね、こう置けるように作ってありますよね。こういうところにこう部品が直接当たらないようにとか、こういうとこがこう近代的になってると思います。作る時に楽できるように。ここも取るのかな。これは取らなくてよかった。ピンの時どうだったかな、取ったかな。これ取りましたね、確か。ここは四角なんだ。袋が吸えば、この間の外した蛇腹もなかなか寸法通りして作れないかななんて思ってんですが、なかなか手こずってまして、また後日、レポートしたいと思いますが、これなんかもなんないかな。
逆ネジじゃないよね。うん。あんまりきつくなかった。FTP あたり、ここがめちゃめちゃきつくて。スプリングが入ってるぞ。ほう。出すだけだと簡単なんですけど、もこのまあなんとなく外見からもこっちのメーターとやるのにこう激しく糸が通ってるんだろうななんてのは想像できるんですが、セレンのここはなんか外れちゃってても、何も残ってないんですけど、これでどうだろう。ああ、やっぱへこんでるから取れねえか。お、レバーな、あ、メーターの感度調整かなんかな。これはなんだ。ここはなんか。回ってるかな。あ、回ってますね。回ってんのか回ってんのかよくわかんない。あ、なんか調整が見えるんですけど、ということで上が外れました。セレンから通って、ここ。この辺はあまり、実は何もないんだ。それでこう、レンズを通して、フィルムカウンターを拡大してみるような、あれになってますね。そして、あ、糸は、おぉ。糸じゃなくて、この、なんていうんですかね、これ。この、薄い金属の板状の、あ、ピーンって貼った。ここがシャッター、ん？ね、シャッターダイヤル兼アーサー感度だから、おー、こういう風に連動して、このワイヤーはすごいなぁ。高さがぴったり一緒で、ちょうどファインダーのここをかすめ通るようにして、だから同じ高さじゃないといけない、デザイン上もそうだけど、そういう風に作んないと、これ、糸じゃないから、ちょうどね、ここは、こうだからすっごいテンション、まあ、すごくもないけど、かかってると。この位置関係は崩さずにこれ取れるんかな。うん？これシャッターダイヤルどこになってんの？これが一番ほどけた状態なんだけど。バルブ
1000分の1秒にしとけば、アンサーは関係ないのか。よくわかんないですが、まあ、1000分の1秒で多さは関係ないんだな。真ん中よりもちょっと上のとこが1なんてくる、 F1 なんてくるような位置関係、これを崩さないで取ると、まあ実際今日はバラすだけで終わっちゃうんでいいんですけど、これ確か切らないで取れるのかな。修理したいって人はこれ結構きついっすよね。ちょっとここバラしてみますか。針が見えてます。だからここの ここがやっぱ感度調整なんですね。こっちから見えてますんで、まあ、こう針が触れるスタート位置を調整してるんだと思います。アーサー感度がいくつだろうが、これシャッターと絞りの位置関係が、だからシャッタースピードがここの時に絞りで、この針が触れるところが F 値ですよって自分で映すって撮影ってなる時に、なんでアーサー感度がこれ絡んでこないの？ここになんかこっちがあるぞ。この土台は何なんだこれ。土台は、土台がなんかアーサーと連結してますね。合うところは一箇所。合うところが一箇所ってことは、アーサーも一つ決まる。あ、だからここで、ここでアーサーが連結したんですね。ここに、このカチンカチンカチンっていう土台がシャッターダイヤルなんですけど、あれ外れなくなって。ここに切り欠きがあって、そいつのとこにアーサーが入っ
して、こいつの位置が、1000分の1か。あれ？入んないぞ。これシャッター切れたっけかな？切れたっけか？あ、切れるじゃん。切れた。1000分の1秒で切れてるから、この位置関係にしとかないと、今だから、じゃあ朝100で、アーサーが100で1000で、真ん中の白より1個上のところに1が来てるというのを覚えておいてバラすと。おお、抜けちゃうのこれ。いきなり、いきなり失敗。何？抜けちゃうんだ。おお、巻き取ってくれた。うん。そしてこれは？なんかやっぱりキュッと折り曲げて入ってるんだな。そうするとこれをちょっとこう置いたまま、ここも取んないと。遭遇することが多いよな。錆びてんな。そうね、針はこれで別に連動してないからいいのか。そうですね。
ちゃいベンチでやんない。おお、ワッシャーがあるぞ。いいんだよな。うん。そして、これは、バネが、でもこのバネは、しょうがないですよね、もう、ぽよよん。これは切らないで、取っとかないと、いかんですね、と。いや、よく見えない。どっち向きなんだ、これ。あら？もう目が悪くなってきて、この向きですね。こういう風に置いとかないと、後で切れちゃいますと。いうことで、ここまでがまあ一番あれですかね、緊張するところで、これはまあ埃よけ。お！メーターが触れてるぞ。ものとしてはこの落下以外は、あと後ろがちょっと皮があれですけど、結構、ですね。まだこう、ここを上げてバチって裏が開くっていうのにはなってなくて、もうメーターは単純に、ビヨンと触れるだけですが、でもこいつをバラさないと、これプリズムの中とかはもうめちゃくちゃカビだらけで、スクリーンなんて見えたもんじゃないんですが、そういったものを掃除するには、これ取っとかないと、取れないですもんね。セレン。このセレンはやっぱり前から貼り付けてあるんだ。ということは、あ、磁石。前から貼ってありますね。ってことはプリズムを、乗っけたまま、ここは何だこれ。あ、さっきのテンションの、紐があそこに引っかかって、全体的なグラグラグラ。フィルムカウンターを取らないと。フィルムカウンターね。このとこのネジの精度ってのやっぱ上がってんのかな。大体いい水がついてますが、お、クリームカウント、こういうのがこうポロってちゃんと部品単位で取れるのもキャノンらしいですね。ちゃんとこれを精度よく作っといて組めば、終わりっていうような、製造の仕方を。やってたんだと思いますが、
これは取れないのかな、上から。ちょっと順番があるのかもしれないですね。エプロンっていうんですか、ここを拭き取っとかないとダメなのかな。ちょっと置き場所が、よく見えない。そうすると今はもう本当に板金、これはまあ典型的なキャノンのマウントですが、おなんか落ちたぞ今。これセレンなんですけど、今度これ、あ、うん、あ、この車高の、あれですね。テープというか、あれ、モルトか。貼り付いてましたね。で接着剤が、プリズムはそんなカビだらけ、あ、ちょっとここが何でしたけど、清掃余地ありでしたけど、まあこれはただ立ってるだけと、スクリーンは下に残るんだ。こういうところは多分あれですね、調整ワッシャーとか入ってる。ここはちょっとノリだな、これ。普通の。なんかこう、の。接着剤ってこう、ノリですよね。なんていうか、ノリ。そうすると、ちょっと膝の上に乗っけてるとやりづらいな。このセレンは前から外れるんだから、このセレンのカバーがないの痛えな。生きてんのにな。マイナスでじゃ全体緩いよな。なくなっちゃうの。こういう、ああ、こういう露出の指示がありました。触れます。ね。おそらくは、磁石でくっついちゃう。ん？違うか。これも感度調整でしょ？この黒の中にですね、多分固定の抵抗が入ってんだと思います。というようなセレンの、うん、があって、やっぱりだからここは外すのか、やっぱりセルフは回すのか。
っぱり逆ネジかってことになるのかな。逆ネジはない、正ネジだ。おまけに上のさっきのあの上にあったカニ目と同じカニ目ですね、これセルフタイマーと。カニ目が1種類でいいっていうところをやっぱり、ああ合理化してこっちまで回っちゃったありますね。ちゅうことはこの辺からクイクイッと剥がして、あのボディの外装はこれもう裏がダメなんで、これ両面テープかな、この時代ってどうなんだろう。あー切れちゃった。あ、もう後ろがあれだからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、一応しっかり接着してあるんだ。あーもうこれか取っとけばよかったですね。剥がさないと。まあもうイカ切れちゃったんだから切っちゃいます。この辺まで切っちゃいます。あでもやっぱりあれですね、接着剤の強度に負けて革の方が少し注意深くやれば綺麗に剥がれるか。もったいなかったね、もったいなかった。まあいいや。ここだけ異様に接着効いてるの。っていうことはやっぱりこっちも2人。よいしょ。そうするってと、
さって、確か、セルフタイマーと下の間に、FTB だったかな。ジョイントがあって、こう引っ掛けながら、まあ、セルフを作動させてボンって入れるとかな、なんかそういう約束があったと思いましたね。あ、なんか浮いてきてる、もうバネで。あとは、ミラーボックスが下に、これがね、で、あれかな？あ、ここが自動絞りで連動してて、おう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 、浮いちゃった。あ、これはもう単純なんだ。あ、すごい簡単な仕組み。これだけですね。あ、思った通りです。これセルフタイマーのジョイント、ここにはまるんです。これをなくすと、セルフがかかんなくなっちゃうのと、お、もうモルトがボロボロだ。この時代からでもモルト使ってたんだ。まあミラーボックスはこうオーソド、まあシンプルって感じの。これが何だ？おお。ミラーがこう上昇してくると、ですね、シャッターが切れる。まずミラーが上がらないことには先幕走っちゃまずいですから、シャッターからはほぼダイレクトにここに来る、上がる、ミラーが上がると、ちょっと今、テンションかかってるから、ミラーがこう、動いてると、ここがミラーと連動してますから、これがこう動くわけですね。そうすると、この、こいつが抵抗になりますから、ミラーの。ミラーが上がってくのを抵抗に。で、こう、スローガバナーみたいなものがくっついてて、こう、ゆっくり動けば抵抗にならないんですけど、ふっと早く動くと、ぐっと抵抗になるっていうような、作用をしますので、だからミラーをこうやってやってパタパタやって、こういう音がするカメラっていうのはあれなんですね。だからこうカメラにセットされる状態でね、こういう音がするカメラっていうのは、ここにガバナーがあってミラーのショックを和らげてる装置がついているってことだ。これはなんか面白いですね。こうちょっとした発見。まあ、つまんない発見かもしれないけど、なんで言われなくて分かってるよ、みたいな。ね、こういう、だからここがニコン FM だったら、空気の、ショックアブソーバーみたいな、でしたし、まあ、こういうシンプルな機能で、シャッターはだから、さっき巻き上がって切れたよな。
これは単純な動きをそこから伝えてるだけで、シャッターがいて、マグ綺麗だなこれ。シャッターが走る条件がきっと揃って、ミラーがなんかすると、あ、走った。そう、さっきのミラーから、ミラーが上がったよっていう信号がボーンと来て、スタートと、いうことみたいですね。ここがまあドラムがあって、ただ、大きなライガーみたいにこうドラムがあるわけではなくて、ギアで、伝えられてますね。この動きを、シャフトで、ここで、これが、イチジクの場合、ブーンって、膜に直結してますが、これをギアで、これもこう軸をずらしたところが小スペースにしたいってことなんですかね。これ上手にやってあるじゃないでしょうか。てのこれも圧入だ。すごい、ここボールベアリングでちゃんと軸が保持されてる。っていうかまあそんなこと言ったらライカだってそうなんだけど、このシャッター幕は取っとこうかな。ケチくさ。まあただオーソドックスっちゃオーソドックスな作りなのか、あまりこうおーっていうのは、ここ普通のフォーカルですもんね。このなんか FTB とか、あの 4SB 以来の、ね、まあ車高があって、こういうのがついてて。これだから、何これ。ミラーが上がったらこいつがグンってなって切れると同時にここに来るんだ。やっぱこう、なんでこんな風になってんだろう。こう、チャッターしないように、ガーンってなんないように、スッてこう、やるようにしたいのかな。それが最初に、ここに来るのが、レンズを絞り込む動きとしてこういってますから、
シャッターが走り終わると、こいつがここにガンってぶつかるわけですよね。そうするとガンっていく力や、ここガンってやる力がみんなここに集まってくるんで、この摩擦でグッグッってこう力が抑えられるような、だからこんだけ分のシャッター幕の動きでギューってこう、ブレーキがかかるようになってる。結構だからそういう意味では感触とかシャッター音とか、まあフォーカルの場合は跳ねっ返り防止で、まあ、そういうところにこう気を使ってるっていうか、やっぱり幕速を上げてってこうやっていくと跳ねっ返りも力も増大しちゃうんでしょうから、こういう部品に力を集めてきて抑えるという工夫をしてるんだと思われます。よくわかりませんが、こうこっちこっちってこう少しずつぶつかってる。だから逆にここはもう巻き取るだけですもんね。何も装置がないんで、そういうことなんだろうな。でもね、こんだけこんだけの助走距離でズドーンって言ってるから、まあ、ミラーをこんだけちっちゃくしている割には随分余裕がある。だからやっぱりここの軸を細くしたことによってこう全体の幅は縮まってるけど、走行量は確保できてるって。これギリギリのとこでスタートしてギリギリのとこで終わると当然跳ね返って26個になったり、ギリギリのとこスタートだと加速して安定するまでの助走距離が短くなっちゃうんで、きっと安定しないんでしょうね。閉まんなくなっちゃうんだよ、扉が。お、負けた。負けた。あ、それでさっきシャッター切れたのか。切れなくなっちゃいましたね。ガチャガチャいじってるうちに。よりより。うん、切れた。これ押してないとダメ。バルブの時のメカニズムもあるから解除しとかないと。ここにヒゲのバネがあって。っていうとこですかね。まあ、RM を眺めてるだけでもこの時間になっちゃったので、ちょっとまあ今日はこんなカメラの中ですね。中身がこんなんですね。っていう感じで、なんとなく尻滅裂に、終わろうと思うんですが、あら、接続エラーだって大丈夫かな、動いてるんだろうか。まあそんな感じで、シャッターも綺麗だからな、綺麗に剥がして取っとこうかな、なんてことを考えちゃいたくなるような、まあオーソドックスな作りの、違うんで、まあセレンがこうあって、ちょっとこう変わり種の、ワイヤーっていうのがありまして、で、こう、ここを通ってるんですもんね。溝。で、こう、真っ平らっていうようなですね、面白い。ちょっと未来を先取りしたような感じでございました。ということで、あれちょっと今日はまあなんかあまり準備不足でバタバタしちゃってたんですが、ということでまあ、ありがとうございます。キャノンフレックス RM、ちょっと形が変わった、カメラをどうなってんだと思って覗いてみましたが、中身はオーソドックスでございました。ということで、今日は終わりたいと思います。どうもでした。